皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です、今日も私の著書、週刊手帳術の本の解説をしたいと思います。で、今日のお話はですね、趣味にする仕組み作りということで、要するにまた習慣化するにはどうしたらいいかみたいな、そんな話をしたいと思うんですけども、前回、前々回と、読書、本を読むということでお話をしていったんですけども、私自身思ってるのは、その定期的に好きとか嫌いとかに関係なく、その習慣化するっていう話ではなく、楽しんで本を読みましょうみたいな、そういうことをこう目指していくといいかなというふうに思ってるんですけども、そういう時、その世間一般的にはどんなことを言ってるかっていうと、多分、ベイビーステップっていう、本の読む、回数だったり、本を読む冊数だったりを、少しずつ上げていくと、そのうち好きになるでしょう、みたいな。そんなふうな、ちょっとそれ雑かもしれないですけど、そんな、アドバイスというか、そういうことを書いてあることが多いとは思うんですけども、私自身もね、その、プロセスは当然踏んでるんで、一冊ずつちょっと、要は月にちょっとずつ読んでいく、本の数を増やしていったんですけども、そのベイビーステップっていう言葉自身が、自分の中に響いたかっていうと、あんまりちょっとそこって、そんなことないかな、みたいなふうに思ってるんですけども、その話をちょっと今日するんですけど、まずその思いとしては、まずその楽しみだったりとか、定期的じゃなくて、もう本当の気が向いた時っていう、ポツンポツンと、読みたいなって思った時にだけ読む。っていう、趣味みたいなものから、定期的に、好きとか嫌いとかに関係なく、読んでいくということが、2つ目の段階で。で、最後の、私が、ここら辺まで行けばいいんじゃないかなっていうのが、定期的には読むんだけど、それをこう楽しみながら読むと一番いいんじゃないかなというふうに思ってるという、その3段階のこうプロセスを踏んでいて、で、その時になんでそう思ったかっていうのが、今日のお話の趣旨なんですけども、ある本を読んだ時にそう思ったんですけども、その本には、課長さんになるには、部長さんのその視点を持ってやるといいですよとか、社員さんが今度課長になる、部長になるって言ったときに、その1段階、2段階上のこう視点を持つといいですよ。なぜかっていうと、その今やってる仕事がこうやらされてる感があるかもしれないんですけども、その課長さんなり部長さんなりが何をもってしてその仕事をやらせようとしてるのかなっていう、そういう視点で見ると、その相手の持ってる意図が分かって、で少なくともその、なんでやってるんだろうっていうのが分かるようになると、仕事が面白くなったり、楽になったりとか、楽しくなったりするんですよ、みたいな。そんなことを言ってたんですね。で、ベイビーステップと何が違うんだって話は、ちょっと置いといてというか、そこ、私の中でその、どっちがいいかっていうか、どっちが響いたかっていうと、こちらのその、課長さんが部長さんの視点を持つと、自分の今やってる仕事が楽になる。そっちの方が、なんとなくこうしっくりきたという、そんな話だったんで、その話を紹介したんですけども。どちらにしても、さっきの、趣味から習慣、習慣から楽しいっていうことの、その、ステップは、多分、読書そのものって、やっぱり、その、
誰もが何かしらこう知識を得なきゃいけないっていう、まあ、そういう、こう視点で見るとどうしてもこう避けては通れないことなので、まあそのどうせやらなきゃいけないんだとしたら、まあ楽しみを持って、やっていただけるといいと思うのです。なのでその楽しめる方法って何かっていうのを探るというか、まあ探すことが、まあ、大事じゃないかで、まあいろんな本が出ていていろんな方法があるので、まあ、その本の楽しみ方みたいなものをこう解説した本もあるので、そういう本をこう見ながらこう自分がこうどうやったら楽しめるかっていうことを探していくべきかなというふうに思います。で、それは他のこう、趣味というか習慣元にしたいことも、全部に当てはまっていて、で何かしらこうその運動するとかあと学習するとかっていうと同じだと思うんですけども、楽しみを持って やらないとこの長くはやっぱり続かないので、その長くは続けたいんだとするともう習慣っていうそういう考え方よりも楽しめるにはどうしたらいいかという一つ上の視点でものを見ると、まあ、いいんじゃないかなというお話でしたということです。ということで、なんか参考になればいいかなというふうに思いました。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。